はい、こんにちは、116インズです。さあ、最近話題になっていますが、 NPB で現役ドラフトの導入がいよいよ正式に発表されるのではないかと言われていますね。各球団がリストアップした選手を他球団が指名することで移籍が可能となる制度で、出場機会に恵まれない選手が新しい環境でチャンスを得られるようになりそうですかね。この制度は MLB のルール5ドラフトを一部参考にしていると思われ、 MLB のルール5ドラフトでは各球団がリストアップするのではなく、 MLB の40人枠に入っておらず、かつ一定の条件を満たした選手を他球団が獲得できる制度になっていて、1年間メジャーのロースターに残さなければ元のチームに返却しなければならない制限はありますが、選手の買い殺しを防ぐのに一役買っている制度となります。今お話ししたのはメジャーのルール5ドラフトとなりますが、マイナーにもルール5ドラフトがありまして、条件を満たした他球団のマイナーリーガーの獲得が同じく可能となっています。今回はそんなルール5ドラフト指名を受けたことによってキャリアが変わったであろう現役選手を何人かピックアップし、 NPB でももしかしたらこういった選手出てくるかもしれないという例としてご紹介していこうかなと思っています。はい、まずは最も直近のルール5ドラフトからブレイクした選手をご紹介しますが、レッドソックスのギャレット・ウィットロック。2020年オフのドラフトでヤンキースからレッドソックスへ移籍し、現在はレッドソックスブルペンの柱として活躍していますよね。2017年ドラフト18巡目指名とかなり遅めの指名でヤンキースに入団したウィットロックは、ヤンキースのマイナー時代は主に先発としてプレーし、2019年は AA14 試合の先発で防御率 3.07。 ただこの年の夏にトミージョン手術を受けて残りのシーズンを全休すると、2020年はコロナ感染拡大の影響でマイナーのシーズン自体が中止。実戦から1年半遠ざかっている状態でレッドソックスが彼を指名した形ですね。レッドソックスに移籍してからはブルペンに回り、ルーキーイヤーの昨年は46試合の登板で防御率 1.96。 はじめは複数イニング投げる試合が多かったですが、安定したピッチングで首脳陣の信頼を勝ち取り、シーズン終盤は勝ちパターンとして重宝されていた印象です。先日チームと4年総額1875万ドルの契約延長も結び、ルール5ドラフトでもらったチャンスを存分に生かして成功につなげることができました。2020年のルール5ドラフトでもう一人印象的な活躍を見せている選手といえば、タイガースのアキル・バドゥー。もともと2016年ドラフト2巡目指名をツインズから受けプロ入りするなど、身体能力への評価が特に高かった外野手でしたが、荒削りで目立った成績を残せていなかったことに加えて、トミージョン手術を受けたことやマイナー自体が中止となったことで、ルール5ドラフト指名対象となる年もツインズの42枠に入ることはなく、タイガースが獲得。この時点で最後に公式戦に出場したのが2019年ハイエーで出場したきりだったので、いきなりメジャーのピッチャーとの対戦はさすがに厳しそうかと思いきや、意外や意外スプリングトレーニングで打ちまくって開幕ロースター入りを果たし、さらに開幕してからもメジャー初打席初球ホームランを記録するなど、 MLB レベルでも通用することを自らの力にて証明しました。結局昨年は124試合の出場で打率2割5分9厘13ホーマー OPS 7割6分6厘トッププロスペクトでも MLB への適用にしばらくは苦しむことが多い今、ハイ A からいきなり上がってきてこの活躍は普通にすごいですよね。ルール5ドラフトがなければまだマイナーでプレイしていたでしょうから、彼もまたドラフトのおかげでキャリアが変わったいい例となりそうですかね。3人目は現在アストロズのクローザーとして活躍しているライアン・プレスリー。プレスリーは2007年ドラフト11巡目指名をレッドソックスから受けプロ入りし、ずっと先発としてプレーしますが、なかなか結果が出ず、ルール5ドラフト直前にブルペン転向して、14試合とサンプルは少ないながらも AA で防御率 2.93、そこに目をつけたツインズがプレスリーを指名し、ツインズに来てからはブルペン一筋でミドルリーフ、セットアッパーといった役割を中心に活躍しましたよね。ルール5ドラフトからでもリーフピッチャーは比較的発掘しやすいので、プレスリーの指名はルール5ドラフトでリーフを指名するコスパの良さが現れている気もしますね。ちなみにプレスリーの変化球のスピン量に着目したアストロズが、彼を2018年途中にトレードで獲得し、そこからオールスタークラスのピッチャーに化けたのはまた後の話ですが、そういった才能を見出せてもらったのも、メジャーで投げるチャンスがあったからこそという部分もあるかもしれません。4人目は現在メッツでプレーするマーク・キャナー。キャナは2014年のルール5ドラフトでマーリンズからロッキーズを経由してアセチックスへ移籍し、そこでメジャーリーガーとしての立ち位置を確立しましたよね。マーリンズ時代から打席でのアプローチは良く、2014年トリプル A では127試合に出場して打率3割3厘、OPS 8割8分9厘。ちょうど時期を同じくしてドナルドソンやモスといった強打者が移籍したアセチックスにとっては、まさにうってつけの存在で、そのチャンスをキャナも生かしてくれました。
メジャー1年目の2015年はホームラン16本、OPS7 割4分2厘とまずまずの成績を残すと、2019年に本格ブレイクを迎えて、この年126試合でホームラン26本、OPS9 割1分3厘、ウィンザーボリプレイスメント 4.2、バッティングの良さもさることながら、ファーストや外野3ポジション全てを守れる器用さも含めて、アスレチックスの主力選手として活躍しました。先日 FA となってメッツから2年総額2650万ドルと33歳であることを考えたらなかなかの契約もゲットしましたね。5人目は現在ブルワーズでプレーするオマー・ナルバエス。これまでの選手と異なりナルバエスはマイナーのルール5ドラフトで指名を受けた選手で、2013年オフのドラフトでレイズからホワイトソックスへ移籍しています。ルール5ドラフト当時のナルバエスは22歳のキャッチャーで、この時からバッティングの良さの片鱗は見せていたものの、パワー不足が課題となっていました。レイズは彼をプロテクトするほど評価していなかったようですが、ホワイトソックスは打撃の良さに目をつけて彼を指名。マイナーのルール5ドラフトで指名された選手がメジャーに到達することはほぼないのですが、ホワイトソックスのキャッチャー陣に故障が相次いだことも手伝って、ナルバエスは2016年にメジャーに到達。守備は微妙ながらもバッティングの良さはメジャーでも相変わらずで、マリナーズに移籍した2019年には22本のホームランを放ったりと、パワーもついたことで MLB でも通用するキャッチャーとなりましたね。現在のブルワーズに来てからは守備も改善し、昨年は初めてのオールスターにも選出。レイズがそこまで評価していなかったところ、ホワイトソックスへ移籍して、チームのキャッチャー事情がうまくナルバエスにとってプラスに作用した例ですかね。最後はフィリーズのオドゥベル・ヘレイラ。ヘレイラは2014年レンジャーズの AA で打率3割2分1厘の好成績を残すも、守備に課題を抱えるセカンドだったところ、フィリーズがルール5ドラフトで指名し、彼を外野に移して一気に花開きましたよね。外野に故障者が出たことで2015年開幕戦から2番センターでスタメン起用されると、この年147試合で打率2割9分7厘、ウィンザーボリプレイスメント 4.1、センター守備も平均を大きく上回る水準で、本当にコンバートしたばかりとは思えない活躍で、攻守にいきなりインパクトを残します。翌2016年も159試合で打率2割8分6厘、ウィンザーボリプレイスメント 4.6 で初めてのオールスターにも選出され、フィリーズはとんでもない掘り出し物を引き当てたわけですが、以降は同じような活躍はできておらず、また DV で出場停止を受けるなどちょっと残念な状態にはなっています。ただデビューから2年間のヘレイラの活躍は素晴らしく、またマイナーではほとんど経験のなかった外野、それもセンターを任せたのはなかなか大胆な決断のようにも思いましたが、だからこそあの2年間のヘレイラのパフォーマンスの恩恵をフィリーズが享受できた側面もあるでしょう。ということでルール5ドラフトから羽ばたいた選手を見ていきましたが、こういった選手たちにチャンスを与えてみる重要性がわかりますよね。もちろんルール5ドラフトで指名されたからといって成功が保証されるわけでもないですが、他球団が活かしきれていない才能を有効に活用しようとする制度はいいと思いますし、 NPB でも制度が生きてそこから羽ばたく選手が出てくるといいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。